ヒットマン北海道探索チャンネル今回は江庭駅周辺を観察した時の様子ですご覧ください江別江庭線でございますこちらのお店釣り用品とプラモデルが売っているえ釣りもやってミニ四駆もやる私にとっては夢のようなお店でございます江庭駅通りでございますいつも千歳に行くとき 交通量が多いので一体どんなお店があるのかなっていうのは前々から気になっていました伊サリ川というお店を発見しました伊サリ川はえに鉱山方面からえに駅方面を通る川でございますこれすごいですねえにさんさつまいもプリン えニワさんのおさつまいもを使ったプリンでございます。そして普通の缶ジュースも売ってるっていうのがね、バラエティ豊かでございます。この辺は昭和らしい個人商店が並んでおります。もっと新しいお店ばっかりかななんて思ってたんですが、結構昭和のお店残っていました。そしてこちらのビル、1989年建築でございます。タイル調の、 デザインのビルを見るとあ、これは昭和だなって感じがしますよねこの矢印ずっと見てられます1階2階のこの黒い三角おーいいですねそしてテナントが入ってたのでしょうか食品サンプルだけが残っております向かい側かなこちらもテナントが入ってたんだなっていう感じがしますよね縁は駅前から南西方向に歩いて行きます こちらでもタイル調のデザイン使われてますね。花の街、えにわらしいマンホールでございます。えにわ大通りでございます。この辺の雰囲気がね好きなんですよ。特に夜。この辺りから飲み屋街になってきます。まあ、2階建て3階建てぐらいの建物も多いんですけれども、このようにビルなんかもあります。 京町栄町付近でございますこのビルの、ね、出っ張った部分と黒と白のメリハリのついたカクカクした部分そしてこのシンプルなライト最高ですね。 せっかくなのでどんなお店が入っているのか観察することにしました今月7月オープンのアニメバーもありましたこれどんなお店なんでしょうね私「ドラゴンボール」と「どっちだんぐらいしかアニメはあんまり、ね、見たことないですねそして向かい側にあります1993年建築ビジュアルビルでございますビルの管理会社は千歳にあります この時代のビルの特徴としてはバブル後の落ち着いた雰囲気とバブルに残るちょっとあの遊び心のあるねちょっと無駄なデザインというかそういうね面白いデザインが残っていてなかなかね見どころある時代のビルなんです吹き抜けのビルで螺旋階段の組み合わせっていうのもなかなかないと思いますね外側についているパターンだったらいくつか見たことあるんですけれどもね 1>, 1階のロビー部分はおばあちゃんのうちのような温かみがありますガーディニングに使ううさぎさんでしょうかねうさぎ好きにはたまりません薄ピンク色とか薄い黄色の建物が、ね、個人的には好きですおでん屋さんだからでんすけなんでしょうねきっとメニュー表見てみましょうこれねサンマが若干安いんですけれどもおそらく高くなる前のメニューなんでしょうね 建物の壁部分にびっしりと草が生えてる感じとかもねなかなか好きな雰囲気でございますなかなか面白い看板を見つけましたラスベガスの道路にあるホテルの看板っぽい形ですねこれは 初見さんだとなかなか入りづらそうなビルとか私好きなんです。いいですね。やはり茶色と白の組み合わせ。昭和のベタな組み合わせでございます。向こう側に突き抜けていける感じなので風通しが非常に良かったです。行き止まりだとちょっとカビ臭いビルとかもね、あのあることもあるので。まあ、こういう風通しのいいビルっていうのはね、好感持てますね。 前回この辺を観察したのが2年前の3月か4月ぐらいだったんですけれどもやはりその辺りはコロナの全盛期だったのでね、やってないお店が多かったので今回どうなったかなと思って見に来たんですがしっかりとね営業している感じでコロナを乗り越えたなって感じがしてちょっと嬉しいです行き止まりであればあるほど行ってみたい、どんななっているのかなというファンタジーを感じます。皆さんはいかか。がでしょうか 駐車場になってますがおそらく解体されたビルなんかがあったのかななんて思っております。エニワ市の人口、現在の時点で7万人ちょっとなんですね。なので飲み屋街なんかも千歳市よりちょっと一回り小さいそんな印象でございます。 この日はやはり昼間なので、ね、飲み屋街はあまり人を歩いてないんですけれども金曜日とか土曜日とか週末になるとどうなっているのかなというのが非常に気になるところですね。そしてててこちららの建物スポーツショップかなと思って近づいてみたら これねおそらく居酒屋なんですよそしてベースボールのところこれね絶対ティムリンスカムこれですこれがモデルだと思うんですけれどもリンスカム気味でございます和風の商店でございますおそらく酒屋も含んでるのかななんて思って見ていましたかなり時短要請とかね飲食店の酒類提供なんかの時代かなり 大変だったと思うんですけれども、これからガンガンね、あの繁盛すればいいなと思っております。この入り口はちょっと入ってみたくなる形ですよね。ファンタジーというかちょっと怪しさなんかもあったりして、私の好きな感じの入り口。しかも床なんかもね、素敵ですよね。意外と奥行きがなかった感じです。遊び心ありますね。 こちらのホルモン屋さんは最初からホルモン屋さんだったんでしょうかなんか金物屋さんとかそんな雰囲気がありましたそしてこちらのあビル窓の形とかね個性的なので見たかったんですが鍵閉まってましたねビルごと閉鎖ってことでしょうかこの形は珍しいです一点物の集大成でございますギザギザしていてお金かかってますね こちらの角にある建物グレー色で目立たない感じなんですけれどもシンプルで貫禄があります前回も観察した建物このシャッターの扉の入り口部分がね、かっこいいんですよそして薄ピンクと、まあ、黄土色っていうのがなこの建物ね、素敵です。 スラム街っぽい落書きなんかもあるこちらのビルこれはディスプレイかなんかあったんですかねシャッターも全部閉まっているのでもう閉鎖されている感じですで窓の中あのなんか横切ったんですけれどもよく見るとね鳩が結構住んでましたこれ中に住み続けてるってことですよねすごいなそしてこの地図味わいありますからねこれじっくり見てください このかすれた感じが年季入っていて最高ですねクラーク博士通りでございますボーイズビーアンビシャスと発言したのは恵庭なので多分クラーク通りって名付けたんでしょうねおそらく元スーパーマーケットこの中でやる卓球ってどんな気分なんでしょうねレンガが敷き詰められている歩道ですおしゃれです こちらの建物の2階部分これね珍しい形ですね午前水跡といって明治天皇がいらっしゃられた時に佐藤さんのうちの井戸の水を飲んだからあ記念碑を建てたっていうね午前水跡です石造りの建物なんかも結構残ってましたそんな感じで恵庭駅周辺でしたありがとうございました